ハイイヌガヤは、イヌガヤかイヌガヤ族の常緑低木。新葉樹。別名は、アイズイヌガヤ、アイズイヌガヤ、エゾイヌガヤ。基本編集、イヌガヤセファラタキサスハリントニアが、北海道、本州の日本海側の多節地帯に適応した編集。積雪に適応して、幹の株が地を這い、枝は斜上し、高さは1から2メートルほどになる。葉の形は、線形で、 長さ25から3 5トル、幅2.5から3ミリメートル。表面は能力色で光沢を持ち、裏面は粉白色を帯び、飛行体がある。先端は尖るが触っても痛くない。夏季は5から6月、私有遺種で、尾花は黄色、雌花は緑色。種子は10月頃、外種比が赤く熟し、食用になる。俗名のセファラタキサスは、 登場の花をつけるタキサス、種商名のハリントニアは、人名、変種名のナナンは、小さいの意味。北海道西南部、本州の日本海側の青森県から、山口県、四国の石槌山に分布し、多節地の臨床に自生する。雪椿、姫餅、もち、木、エゾユズリぞゆずり葉、つるしきみなどの日本海要素の常緑地社植物と、共に、うなばやしなどの臨床に見られる。 一位カカヤ族のカヤの日本海型要素の変種である、チャボガヤトーレアニューセフェラバリエーション、ラドキャンズと混成することも珍しくない。ありがとうございます。